泉沢選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合の感想からお願いできますか。大事な試合だったんで、勝ち点3取れて非常に満足しています。後半13分追加点を欲しい時間帯での投入でした、はい、どんな思いでピッチに入りましたか。守備の選手がみんな頑張ってくれてたんで、なんとかもう1点取って少しでも楽にさせてあげたいなと思いながらピッチに入りましたね。楽にさせることができましたね。少しは楽になったかなと思います。得点シーンなんですが、はい、香川選手からの折り返しでした。難しかったと思いますが、はい、あのシーンいかがでした。僕のところにあんま相手がいなかったんで、チームのみんながいいパス出してくれたおかげかなと思います。チームのみんなというか、はい、最後のパスと後輩からのパスでしたね、はい、いいプレゼントもらいましたね。来るかなっていう感じで思ってたんですけど、本当に来て、よかったなと思います。なんか言いました、試合終わった後とか手を取った後。よく見てたねっていうことを言いましたね、はい、やっぱり嬉しいですよね、これ先輩後輩の関係で点が取れる一つっていうのは、まさか同じチームになることすら思ってなかったことだったんで、はい、なんか不思議な感じですね。ホームでは初ゴールということになります、はい、ベルディでは2点目ですけど、はい、アジスタで点を取るというのは一つ特別じゃないですか。そうですね、あのホームスタジアムで点取ってやっぱ改めて、いいサポーターだなと思いましたね、はい、応援やっぱしてくれている姿とか、一生懸命さとか見てるとやっぱなんていうんですかね、試合立ってる選手はもっと頑張らなきゃなと思いましたね。チームは3連勝です、はい、簡単じゃないゲームもものにしてきました、はい、今の強さどう感じていますか。もともと僕が加入する前からすごいいいチームだったんで、それを継続してやっぱ監督がやってるサッカーを継続していることが一番強い秘訣なのかなと思います。この勢いで次も勝って J1 昇格に向けて頑張りますので応援お願いします。